ちょうど色の世界においてですね、色彩の世界において三原色というのをご存知でしょう。青と赤と黄色、この三つの色さえあればどんな色彩をも作り出すことができますよね。それと同じように愛の世界も実は基本的に四つの愛だけがあればですね、あとのものは全部それの組み合わせ延長していけばどんな愛の世界をもこれを作り出すことができるんですよ。じゃあその四つの愛というのは一体何でしょうか。実はまあ生まれてからですね、どのようにしてその愛の世界に入っていくのかという順序を探ってみればそれがきれいに分かるようになっているんですね。まず初めに生まれた小さな赤ちゃんがですね、誰を一番初めに好きになりますか。それはお母さんじゃないですか。お母さんにあのつぶらな瞳でお母さんをじっと見つめながらにっこりと微笑んだその時にですね、お母さんはもうどんなに嬉しいでしょう。パパおいで、パパおいでとパパは呼んできて、パパとママがもう一緒になって有頂天になって喜ぶじゃないですか。たった一つ坊やが笑ったというそれだけです。それがそれほどまでに親を喜ばせるんですね。この親を喜ばせ、親を幸せにしてあげる、その力をですね、これを子女の愛というんですね。子女の愛、子供から親に対する親孝行ですね。子女の愛というんです。その子女の愛は最初、その微笑みは実は坊やがですね、このお父さんお母さんに捧げた最初の愛のプレゼントだったんですね。ところがやがて成長すれば、その愛の世界は、親に対する愛の世界はだんだんと深くなり、そして広くなり、また高くなりですね、その次元が変わってきますけれども、しかし究極的にはですね、どこまでいくかというと、実は自分の命よりも親の幸せを、命を以上に願うという、その基準なんですね。鎮静伝という物語があるんですね。それは目の見えないお父さん、一度もこの美しい世界を見たことのないそのお父さんをですね、にたった一度でもいいからこの美しい世界を見せてあげたいと願った娘が、自分の身を海に投げて、それを条件としてですね、願をかけてですね、それを条件としてお父さんの目を開いてあげるという物語なんですね。その時にその娘の心の中には、自分のこの親の幸せを自分の命以上に尊いものとして見つめる、その心情の世界がそこにあるんです。その時にそれに対して、その愛に対してですね、誠という字がつくんです。すなわち誠の愛というんですね。その誠というものは自分の絶対であり不変であり、しかも永遠であるという、その誠の愛の基準がこうして立つんですね。その時に、その愛はもう消えることがないんです。永遠なんです。ここに永遠の愛という世界が初めて生まれてくるんです、って言うんです。さて次に、今度は次に誰を好きになるんでしょうか。それは実は同じお父さんお母さんから生まれてきたですね、同じお父さんお母さんから生まれてきた自分の兄さんであり姉さん、そしてやがて弟や妹を愛するようになってくるんですね。これが今度は兄弟姉妹の愛といいます。2番目の愛ですね。兄弟姉妹の愛なんです。その兄弟姉妹の愛もですね、いろいろレベルがありますけれども、最終的にはですね、自分の命以上に兄さんを愛し、姉さんを愛し、弟を愛し、妹を愛するというその基準まで達したときに、これがまた誠の兄弟姉妹の愛となっていくんです。
それは絶対であり不変であり永遠の愛の喜びの世界。愛すれば喜び、愛されれば喜び、愛されれば喜びでしょ。だから永遠の愛の喜びの世界に入っていくんですね。その時にそこに幸せというものがそこに待ってるんです。そして兄弟姉妹を愛し人類を愛する、そのことによって実は素晴らしい人格、愛の人格を作っていくんです。これが実は本当に重要なことなんですね。それによって私たちは個人として完成していく道がそこにあるんですね。だから私たちの学校教育においても実はこの人格教育というものが愛の人格をいかに作っていくかということが実は一番大切なんですね。それがあって初めてこれから次の問題、すなわち性の問題の性の愛の世界に入っていくようになっているんです。まあ、さてそのようにして素晴らしい人格を作ればですね、次にどういう世界に入っていくかというと、今度は今まで経験したことのない別の味わいの違うですね、香りの違う、そしてこの質の違うですね、新しい愛の世界に入っていくんです。それがすなわち異性に対する愛なんですね。それはもう幼い時からそれはある象徴的にすでに現れておりますけれども、やがて少年少女期を通じて理解するようになり、青年期を通じて具体的な異性に対する意識が目覚めてきます。そういう思春期を超えてですね、その愛の世界はやがて結婚という形において実を結ぶようになっているんですね。そしてそれがすなわち夫と妻の愛、夫婦の愛の関係、その夫婦の愛は今までの愛とは違う異質な愛であってですね、それはどこまでも神秘の世界でありですね、生涯かけて夫は妻の中に、妻は夫の中に、その神秘の世界を探し求めていくんです。そしてその愛が深まり高まり広まってですね、もうこの自分の命以上に自分の妻を愛おしく思い、自分の夫を親しく思う、そのような心情において絶対離れることもできない、そのような基準に達した時にですね、それがまた同じく誠の夫婦の愛となっていくんです。そのような世界になった時に、それを切り離す命を犠牲にしても離れることができないんですから、それ以上のものはありえませんから、その愛は絶対に切れることがないんです。絶対に夫と妻の心と心が溶け合い、体と体が溶け合って、その60兆の細胞がですね、それぞれ60兆の細胞が、これが喜びに震える、その喜びのその中心からそこに新しい命が生まれてくる。すでに話しましたようにですね、そこに自分の愛する息子が生まれ、娘が生まれてくるんです。その子供に対するその新しい愛の世界を経験するんですね。すなわちこれが父母の愛です。親の愛というものですね。その父母の愛、親の愛 の素晴らしさはですね、何かというと、そこには自分という意識がないんですよね。主心がないんです。